里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ、はい、1日経って、はい、SNS 上がいい感じで荒れてますね。荒れてますか。ああ、盛り上がってますね。あの、私たちはそれをね、未来を予想して言ってるってことですね。そうです、はい、だってあのほんの2分前に撮ったやつですから。そうですよね。でも本当にそのトレードについてポジティブだってこうコメント欄とかにもこうなって、いや、そうそう、本当あのこの俺がこの YouTube で、うん、そのトレードはポジティブっていうことを言い続けてきたけど、はいはい、だいぶ認知されてきたねと思います。世間では、はい、なんか俺が言ってるから、はい、もうそう覚えてきましたみたいな、うん、私もなんかもうそんな認識に完全になりましたもん。だトレードなんて本当に幸せなこと以外何もないんだから、ね、本当ですね。そう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 、うん、いやどうしてもその球団が嫌やっていう人にとったらこうかも分かんないよ、はい、でも2軍でいてもそのチームにいたいんですかって言って、はい、でファンの人は応援してる人が2軍でもそのチームにいてくれてるだけで自己満足でいいんですかっていう、うん、そうですね、うん、そう考えたらよ、はい、どの球団でも応援してくれるし応援してる人が1軍で頑張るのがいいじゃん、はい、だからチームはね自分の好きなチーム応援して個人で応援するのはね違うチームでいいじゃんね、はい、そうですね、うん、というところで、はい、今日はですね、はい、オリックスと DeNA です、はい、おお、はい、まあ、オリックスはね今日、はい、現時点では首位、首位でまあもうすぐね、はい、オリンピックブレイクになるから、うん、だからまあよっぽどのことがない限りこのまま首位でターンすると思う、はい、で DeNA は今頑張ってる途中、うん、はい、そうですね、でも打線がいけてないから、うん、もういい形で頑張ってるからひょっとしたらっていうね、はい、ワンチャンあるかなっていうところもあるんで、はい、まあ、そういったところでね、うん、さらに良くしていこうっていうね、はい、ところでじゃあ DeNA から、はい、DeNA の、はい、トレードしてあげた方がいい選手、はい、マジか。おー、だから今年はね、はい、DeNA ね伊藤光が途中から出てきて、ね、もうその伊藤がね2番打ったりしながら、はい、で年も近いし31歳で32歳で、はい、あー確かに、でちょっとねもうなんか伊藤がレギュラーみたいな感じで試合に出てて、うん、でこの前伊藤があの調子が悪くて出なかった時に山本が出てたんだよね。ああ、じゃあもうそこに飛ばされちゃったわけですね。そう、キャッチャーのね。で、その山本もあのいい形で出てたりして、うん、で、まあ峰と飛ばしが今2軍にいるわけだよね。そうなった時に、まあ、伊藤光とも年が近いし、はい、で、まあ高城とかも若いのもいるし、うん、ってなった時に飛ばしが一番いいんちゃうかっていう、はい、そうですね、年の近いキャッチャーがもう正捕手として出てたらなかなか、うん、そうそうそう、で、パンチ力があるから当たったら大きいからね、はい、うん、そういったところでもキャッチャーこう、ね、困ってるところもあるし、はい、で左っていうところで、うん、まあ、右と左の併用っていうところもね、あのいい形であるんで、はい、そういったところでは、うん、まあ、戸柱がトレードだから、ね、トレードした方がいい選手じゃなくて、はい、トレードしてあげた方がいい選手って言おうと思って。ああ、その方が選手、まあ、違うでしょ。なんかニュアンス違いますね、うん、トレードした方がいい選手ってちょっとなんか、うん、あの俺はポジティブだけど、はい、聞く人が聞くとちょっとネガティブワードに取られちゃうかもしれないから、うんうん、トレードしてあげた方がいい選手って。ああ、選手思ってる感じでちょっとね。そうそうそう。うん、俺は飛ばしはいいじゃん。だってキャッチャーさ、はい、今12球団で考えてよ。はい、まあ昨日の広島も磯村だったけど、はい、まあなかなか困ってるところ、はい、日本ハムがね、うん。で、ちょっと楽天も困ってて住みたいけど、はい、まあ、取ったでしょ。バッチシ、はい。まあ巨人はまあまあ若いのも来てるし、うん、DeNA が伊藤がいて、はい、で、まあ西武も森岡田柘植が。ロッテもまあ微妙だね。ちょっと若いですね。ああ、そうそうそう、うん、で阪神は梅野の次がちょっとなかなかね、あ、まあ、坂本とかっていう声もあるけど、はい、でも原口はもうちょっと代打とかになってるし、うん、ちょっと梅野の次がね、はい、ちょっと薄くなってきてるかなっていうところもあるよね、うん、でオリックスは今伏見、はい、若月、頓宮、まあ頓宮今に行くんだけど、はい、まあまあ言い方してもらって、はい、で広島はいっぱいいて、はい、でソフトバンクもあの回も次がいないのよ、ね、今海野とか出たりとか、まあ、高山も2軍でちょこちょこ出始めてるから、だからちょっと下位の次が、はい、ね、うん、でドラゴンとか木下がね、はい、いい形で全然勝つからっていうところもあるし、うん、でヤクルトは中村がいて、うん、でその後古賀が来てるんで、はい、でまあ島がいたりと、はい、いうところでも、まあ、全体的な捕手がいても2番手以降いないとか、うん、ちょっとまあ数いるけどちょっと全然全員一緒みたいなところがあるから、はい、飛ばしがいいと思う。そうですね、もしかしたら正捕手でガチッとつかめちゃう可能性がある。可能性もあるよ。ありますね、うん、いい形でしたね、うん、あと環境を変えたりチーム変わったらまたゴロッと変わる可能性があるので、うん、そこは戸柱がね、はい、いいんちゃうかっていうね、うん、まあ、他にもねトレードでもいいんじゃないのっていう人いたんだけど、ちょっと問題起こしちゃって言えなかったんだよね。言ってるじゃないですか今。
言ってないよ、まあ、ちゃんと固有名詞言ってない。まあ、そうか言わないんですよ。ああ、そうですね。俺はいいんちゃうかなって思ったんだけど、はい、うん、問題が起きちゃって、はい、なかなかちょっと苦しいっていうね、はい、ところと、あとあの田中俊太、うん、田中俊太もジャイアンツから来てね、はい、うん、人的保障で、はい、開幕戦めっちゃいい働きしたけど、うんうん、まあ、マッキーがね、うん、セカンドで、であとなんかここで一番の問題があって、はい、筒香がね、はい、まず戦力外になってたらしくて、そうですね、メジャーで、はい、そうなった時に、まあ、この動画が出る時どうなってるか分かんないんだけど、はい、もしよ、うん、DeNA に帰ってきた場合よ、はい、外がセカンド守るっていう可能性もある。はあ、なるほど。だって外野は今ね、はい、佐野、うん、桑原、うん、オースティンで来てて、はい、でファースト外、うん、でセカンドは牧が出たりとか、はい、あと柴田が出たりとかいうところがあるけども、はい、もう筒香が帰ってきてもしと取ったらよ、はい、ちょっとあの外野はもう混雑してるじゃん。そうですね。で桑原やめて筒香レフトの佐野センターとかちょっときついじゃん、うん、で考えた時に超攻撃的オーダーは、はい、筒香ファースト、うん、セカンド外なの、はいはい、外選手がセカンドにっていう、うんうん、そうなってきたらまたちょっとね、はい、田中俊太の出番がないんで、そういったところでも内野手で、はい、いうことを考えると、うん、田中俊太は結構今のままだと DeNA もね、うん、ちょっとなかなか使えるところがないんで、はい、いいんじゃないのかなと。ちょっと筒香選手の状況次第にはなりますけどね。うん、そう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 。でも状況じゃなくてもちょっと今ね二軍での出場の方が多いんで、はい、そういったところでは、まあ、まだまだね、やっぱだって開幕戦での活躍えげつなかったからね、うん、だからこうやれれば光ると思うんだよね、はい、そういった面では、まあ、環境を変えるっていうのもあるし、まあ、筒香の動向次第では一気にまたね選択肢が狭まるから、はい、そこを出しといてちょっと足りないピッチャーとかっていうところもね、うんうん、まあいいかもかんだよね。そうですね、うん、じゃ続いて、はい、首位オリックス、はい、今首位ですね。今はね、はい、うん、いいのよこれがね。いい、うん、まあ、山本、やっぱ宮城が大きいね、はい、でこれがまた、はい、田島が最近良くなってきてる、はい、すごい最初も悪かったけども、うん、すごい良くなってきてて、でも今桑山さんのリリーフ、はい、小田国、はい、2試合連続、はい、99% 勝ってたのに、まあ、もしくはね引き分けで終われてたのに、はい、もう大逆転、はい、すごいよ。9回に5点取ってね、逆転しましたからね、この間。だって、うん、スリーランで同点。スリーランで同点。島内のスリーラン同点で、でピッチャー変わって、はい、岡島がホームラン打って逆転で。はい、いや、あれはすごかったね。あれすごかったです。まあ、昨日の試合だけどね、はい、ちょっと。ってなった時に、はい、やっぱりここら辺で、しっかりね、バシッと地固めしなきゃいけないじゃん。はい、なった時に、まあ、トレードしてあげた方がいい選手は、はい、吉田です。吉田選手、あ、ドラフト1位の、はい、リリーフ、はい、うん、俺の引退試合、はい、2打席連続三振取られた、はい、吉田選手です、はい、まあ、このね、うん、リリーフがバタバタしてる状況でも上がってこないってことは、はい、まあ、なかなか順番が薄いじゃん、うん、そうなった時にまず長身から繰り出すストレートと変化球っていうところでは、うん、まあ、ワンチャン、はい、他のチームで頑張った方がチャンスあるんじゃないのかなっていうね、うん、だから今年の成績が、はい、1軍じゃまだ今年投げてないんで、あ、投げてないですか。で2軍で20試合、はい、投げてて、うんうん、だからまだ1軍に来てない、はい、この長月バタバタしてる状況で、うんうん、そうなったら、はい、まあ、今年齢が31歳だから、はい、まあ、ワンチャンね、うん、もうそろそろ年齢が落ちてくる時だから、今はね一番こう頑張れる年だから、うん、そういった意味では、まあ、トレードっていうところも、うん、あの視野に入れてもいいんじゃないのかなっていう ね、 そうですね。去年は23試合投げて、その前も33試合58試合と、まあ、投げるスタミナはあるから、はい、そういった面ではあの使い勝手がいい選手だと思うんでね、うんうん、そこを取ってなんかチームを変えるための何かを取るっていう、はい、ああ、そうですね。でもリリーフバタバタしてるのにリリーフ出しちゃっていいんですか。でも使わないんだったらさあ、まあそうか、そうですね、そこよ、バタバタしてるのに使わないんだったらいいんだから違うとこ行った方がいいんじゃないのっていう、あ、まあそうか、そうか、そういうことか、はい、もう順番待ちで行きなくても出るっていうのもあるけど、うん、バタバタしてもあげないんだったら出るっていうのもね、はい、選択肢だよね。そうですね、うん、だ今までね、富山とか、はい、あと能見、うん、リリーフだった。あとね、海田とかもね、うん、なんで俺一番上がんないのかなと思うんだよね。左だってやっぱあのオリックスってリリーフに左がいないんだよ、はい、リリーフの左は富山と山田でしょ、うん、やっぱ海田もね、はい、ちょっと順番待ちになってきてるわけ、うん、そのあたり俺海田もいいんちゃうかと思って、はい、なるほど。俺海田なんてインコースめっちゃカットしてきてない、ちょっとスピード速くないけど打ちにくいなと思ったもんね。はい、もう佐藤さんもそう言うんだったらね、うん、だからこの海で吉田っていうところは、うん、そのリリーフとしては
まだまだ使い勝手あるから、はい、そのチームとしては欲しいところあるんじゃないかなっていう、ね、そうですね、富山は山田がいいからね、で先発も山崎幸也とか、うん、左に何気にいいんだよね、はい、だから多分能見もそこが出てきてるから落ちてきてると思うんで、うんうん、そういった意味ではやっぱその順番がやっぱ下に来てるから、はい、まあ、なかなか上がっていけないじゃんね。そうですね、ピッチャーに困ってるチームっていうのありますからね。そうそう、でしかもまだ若かったらいいんだけど、はい、もう若くないから、うん、本人たちもやっぱラストチャンスになってくるじゃんね、はい、でこの若いうちにチームを変えて頑張れた方が、うん、だって吉田も31でしょ、はい、今年32の年だから、うん、で海田が33だから、おもう結構ねあのラストチャンスに入ってきてるところだから、ね、中継ぎとかが足りないところ、はい、もしくは右左で欲しいところがあれば、うん、いい感じの仕事できると思うから、うん、これはワンチャン面白いんちゃうかって思う、はい、そうですね、うんうん、なんかやっぱり聞くとあじゃあ出した方がいいんじゃないかなと思っちゃうんですね。で しかも一軍にいるからさ、うん、あ一軍だ一軍上がればいいのにでもここでやってるああじゃあちょっときついかってなるじゃん。あそうですね、うん、だからこのチームが変わればね、うん、層が変わるからこのチームだと2軍だけど、このチームだと1軍っていうのもあるわけで、はい、だそういったところでもう年も年だからワンチャン上げてもいいんちゃうかって思うね、うんうん、そうですね、うん、もう一回輝くためにもね、はい、うんうん、これ聞いてもファンの方々はいや、ダメだとは言わなそうですよね。いやもうだ俺ダメだって言われても俺困るけどねえだってもうそんなの使われないんやから、うん、使ってくれるとこ行った方がいいじゃんっていう、うん、そうですね、うん、なんかこの動画やっぱ炎上はしなそうですね。でも言うんよ。言います？あのふざけんななんでトレードやって思い出がある人はね思いがあるんで、だって一軍出てる方がいいやん、うん、いいと思います、ね、選手のために。おそう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 、はい、ってことですね、はいはい、皆さんはね、はい、どうお勝ちになられたでしょうか、はい、また明日です。明日かどうか分かんない、次回、はい次回ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。